みんな新しい背景だよ。七尾です。今日の動画はヒップマイファンあるある。そんなことでもね、なんか最近なんかリスナープレゼントでね、みことくんが届いたよ。リスナープレゼントで、初代みことくんの顔面を僕ケツで踏み潰してしまって RIP してしまったんですけどもね、なんとそれを見かれてしまいませんからね、僕の家にはまた新しいみことくんが来るというこのサイクルで、なんかもう輪廻転生みたいな感じで新しいみことくん届きました。はい、ありがとうね。結構昔にこのヒップマイあるあるを募集して、募集したのにやんないですかみたいな感じで裏切りですよみたいな感じでなんかあったって言われたんだけどもね、ヒップマイその時はハマろうと思ってて、何かしらの投票バトルみたいなのがあったじゃないですか。そう、浅い知識でごめんなさいね。ヒップマイに関しては本当に僕にわからない。てかにわかにもいてないと思います。なんか AKB 総選挙みたいなのがあったじゃないですか。僕の推しの声優さんの川西健吾さんがね、なんかすごい悔しそうなツイートしてたりさ、あと浅沼さんが謝罪してたり、どんなコンテンツと思って絶対これハマらなくてばと思って見たんだけどね。何せ僕がヒップマイにハマれなかった理由、その1、ラップが苦手。ストーリーというかなんか曲とかはほぼ聞いたんだけどもね、あとね、そもそもね、人間ドヤ顔が苦手なところがあるからさ、僕の高校の同級生がさ、私立の抑圧から爆発してからなんかラッパーになってて、自分のラップをなんか自分のインスタのストーリーに乗っけてても、俺もう笑いすぎてバラすかと思ったらね、フォロワーの股間全てをフワちゃんに接し者みたいなやつがいて、でもこれは言いましてもらって、僕がただ個人的にラップが苦手ってのもあるけどね、そういうダサいことを自信持って、ダサいって言っちゃダメなんだけど、ダサいことを自信持ってやってる人ってやっぱりかっこいいし、ダサいダサいなんか客観的にぶってなんか共感性周知とか言ってる人間に限ってね、なんか何者にもなれないウジ虫みたいなツイッターになりがちですからね、皆さんも気をつけてくださいね。僕が考えた浅いあるある2割、皆様からいただいたあるある8割といった具合でやっていきたいと思いますので、ついてきなみんな。ヒップマイあるある、その1。場合がしつこいな。主人公の声ジャイアンすぎね。今日こんな感じだからね、みんな。何か問題でも、これ僕これくらいの浅知識で突っ込んでいくからね。なんか気分としては政治問題でツイッターで思想ぶつけ出すお笑い芸人のような気持ちで、やっぱりジャイアンのイメージが強すぎるし、なんかご本人様の主張もすごい激しすぎてね、まあ高青年ではないんだろう。小林がしつこい。冷静にジャイアンやりながらラッパーの役やんの契約違反だべ。大丈夫かなこれ。次、初見早見さんでびっくり。ヒップマイでやっぱりなんか若手イケメン声優たちがこぞってラップをしてんのかなと思ったら、なんと大御所の早見さんがいるみたいな感じでね、ちょっとね、早見さんにラップなんだし何したら知ってんのよみたいな気持ちでいたんだけど、またこの早見さんのラップを見てなんか既視感あると思って、なんか既視感というかなんだろう、貴重感。アイゼン・ソウスケの一輪の花だと思って、一輪の花ボーってやつで、アイゼン・ソウスケ役の早見さんが一輪の花を歌っても、お経だと我々は子供の時一世を風靡したじゃないですか。でもそう思うとスルメというかね、なんか最初はなんかおじさんに何をさせとんねんみたいな感じでね、なんか棺桶に形突っ込んだ、なんなら棺桶から右しか出てませんけどみたいな感じのさ、早見さんはそんな年齢じゃないんだけども、あの気分の話は気分の話、なんか早見さんみたいな大御所でなんか自分のお父さんには無理やり仕事の関係上なんかラップバトルさせられてるような気持ちになってるかと思いきや、なんかやっぱり最初びっくりするけど、あれいいよねと思ってきて、俺もしかしたら早見さんのラップが一番好きかもしれないっていう感じです。まあ7話のラップは珍妙だと言われてましたけどね、まあ正直アニメは全体的に珍妙だった感じもあるんです。次、キャラ名覚えるのに半年かかる。軽々大学受験だべ。バスタープラス同様、なんかもうみんな山田、田中、佐藤、鈴木みたいな感じで統一してください。いや、浅沼さんのキャラなんだっけこれ。青木杉、様時、ブス島、メイソン、リオ、どっから引っ張ってきたメイソン。東大の連中何人かこのラムダを読めるか研究しましょうよみんなで。ね、フリングポステのデッドオアアライブことアリス顔ダイスってもういい加減じゃん。なんでこれダイスになるわけ。次、キャラの名言結構いいよね。やっぱりヒップマイにハマろうと思ったんですけど、やっぱりアニメじゃハマれず、ラップも僕あんまり得意じゃなかったからさ、聞けなかったから、やっぱり公式サイト、って言ったらピクシブ界隈の主がどうじゃないですか。で、ボルデモートが悪の帝王だったら僕はピクシブの帝王みたいなところがあったじゃないですか。だからピクシブから入る、あとはホームページから入るという感じですね。ラップに聞くとなんかその言葉恥ずかしい恥ずかしいになっちゃうんだけど、そのホームページで見たら結構いいこと言ってんのよ。僕が好きなのなんだっけな、昔僕がこのジロー君の言葉が好きだっていうのは言ったよ。年を取ったから遊ばなくなるのではなく、遊ばなくなるから年を取る。これはね、本当に YouTuber が世間に伝えたいことって言っても過言ではないでしょうね。まあ、別に僕が伝えたわけではないんですけど、浅沼さん公平なものだと存在しない。あ、まあでしょうね。週刊誌、これ小物渡さんのこの名言やっぱホームページが取ったんだな。やっぱり情報収集するのホームページからって、なんか俺と同じレベルじゃん。リスクを取る勇気がなければ何も達成することがない人生だ。なんかもう週刊誌のイメージがつきすぎちゃった。小物さんと浅沼さんが同じチームにいるんだね。一時期週刊誌的に大変なチームだったんじゃないですかね。あ、このラムダのやつね。楽観主義者はドーナツを見て、悲観主義者はその穴を見る。あー、これいいね。斎藤聡馬いいじゃん。斎藤聡馬のいいね。何のために意味なんて求めるんだ。人生は願望だ。意味じゃない。好きよ、僕好きよ。川西さんのキャラクターは何言ってんだろう。挫折をしない者は新しいことに挑戦したことがないということだ。了解です。あれなんか前すごい感銘を受けたことがあったんだけど、なんか見つかんないんだけど、個性化ズラのこの各チームのリーダーが昔同じチームだって、それだけでもちょっとねエモいところはあるんです。これそういうのすごい好きよ。次いきます。新規どこから入ればいいのか分かんない。アイナナみたいなアプリかと思ったら普通になんか音楽なんだよね。なんか中島みゆきの井戸が実写映画化しましたよみたいなテンション感。それは違いますね、ごめんなさい。なんだっけ、何から入ればいいのかっていうことを僕一回ツイッターで募集したんだよね。すごい昔のツイッターだから遡るのめんどくさいな。おのおの調べてください。YouTube で曲を漁るところから始めた方がいいらしいですね。アニメはすごいなんか珍妙らしいので、なんかあんまり進められてないみたい。でもアニメ僕結構好きだったよ。次、深読みしすぎて明らかに違うだろうってことをドヤ顔で書き連ねる考察さん。かっこいいラップ言ってね、そのラップの中でもなんかキャラクターの過去みたいな、キャラクターの根底、なんかキャラクターの行動原理である、その過去みたいなものがなんかほのめかされたりみたいな。だからこそこれからはこうなってしまうんじゃないかみたいな考察。まあアイナルでもよくありますよ。アイナルのミスターフィクションってすごい考察感あるじゃないですか。曲に応じてすごい考察感がいるっていうのはね、ヒップワイでも有名なんですけどもね、時々、それは違くねえかみたいな。小野賢者の伝説の時の俺のアイナに対する考察ダメになんかバカみたいっていうか、なんだろうね。それは明らかに違くねえかみたいな考察をドヤ顔で書いてる人、顔はちょっと見てないんですけども。
何？はい、ということで僕はもうこれぐらいしか言えませんので、皆様からのあるあるを読み切りたいと思います。ラップをしたかぶり、R指定さんの作詞とかやばいとかラップ全然知らない女に言われた。その楽曲提供なんてしてるんだね。すごい。あ、でもこれは確かに気持ち悪いね。ラップしたかぶって、ね、なんかそこの界隈に首突っ込もうとするの。確かに。あ、なんか例えるならあれだよね。ちょっと例えられないんだけど、なんか文豪ストレイドックスを見て自分は文学に精通してると思っちゃう感じ。それと似てるところがあります。例えられた。よかった。あ、僕のグッズだよ、みんな買ってね。新宿太田片見様。え、どういうことこれ。ファン少ないってこと。でもドッポ君ってあれトップクラスで人気なんじゃなかったっけ。パラライオ的対比。でも俺パラライ最初あれ引く前のあれファンとかと思ってたもん。聞く前ってどちらかというと鬼滅の刃のファンだったと思ってたわ。曲考察ガチ勢が一定数コメント欄に君臨する。で、時々小野賢章の伝説の時の七尾みたいなやつも時々言いますからね。ラムダの過去したらめっちゃグリングポス。てかさ、もうラムダの過去っていうよりもそんな過去を持ったキャラクターを演じているそのシライムさん。あ、よかったね、本当にシライムさん、本当にラムダの役やれてよかったですね、みたいな。でもラムダの役ってもともと斎藤壮馬が、あ、待って、この話は後でするんだ。二次創作で推しを中央区を打ち出せがち、本田と変態ですね。推しは攻めであってほしいタイプの人間と、推しは受けであってほしいタイプの人間で、この世は二つに分かれますからね。多分後者の方が人知は広いのではないかっていうふうに僕は考察してますね。名考察さん、ありがとうございます。好きな音楽何って書いてラップって答えていいのか分かんない。これもしかしたら貧乏かもしれないよ。で、どういう曲聞くのって言われて、弾く前って言われたらね、まあ弾く前のラップはなんかいつまでもラップ認定してない、この J-POP 界隈もなかなかそれはそれで害悪だよね。山崎逆にキラキラね、覚えられないと思っても1週間ぐらい覚えてる。あ、確かに名前は、ね、名前もみんなねびっくりするけどね、意外とあれ覚えられるもんだからね。ライブ後は必ず炎上。各ディビジョン同士でなんかなかなか本当に喧嘩してるよね。あの総選挙みたいなやつの直後、ツイッター僕びっくりしちゃったもんね。歌詞少し間違えただけでカバーした人のこと叩きまくる。もしかしてあの声優さんたちがめちゃしゃしゃしてるんで、あれ歌詞間違えたから。違うよ、そういうことじゃないよね。あ、なんか今すごい思い出した。乃木坂が嵐と一緒に曲歌って、それで乃木坂のメンバーが嵐の曲の歌詞をちょっと間違えた。そしたらなんかすごい戦えたんだよね。最年長早見さんと最年少野津山くんが仲いいのは、野津山くん情報あんまり頭に入ってないんだよね。野津山くんのエピソードください。白井雄介だけリーダーオーディションなんだ。で、斎藤様がラムダのオファーをもらってたのを源太郎がいいって言って逆オファーしたのは有名。まあ斎藤様さん本が好きみたいなところもありますけどね。でもさ、これ聞くとちょっと斎藤相馬のラムダが見たかったっていうのもなきにしもあらずみたいなね。なんかそっちすごいいいかもっていうふうに思うかもしれないっていうね、その白井さんへの裏切り行為。もうちょっと CD 原作って大きく書いてます。僕も最初あれアイナルとかと同じなのかな、アプリかなみたいな。腐ってない子がいつも腐女子の不満言ってる。でもこういう不満を言ってる子に限って腐女子みたいな、ね。腐女子の真相心理が分かってるからこそなんか同族権は働いちゃうみたいな、ね。ディビジョンごとでの対立を気がち。横浜週刊誌とのありがち。はいた、やっぱり。俺と同じことを考えるやつがいるね。混沌さん許せない派は許せる派のことも許せない。これに関しては僕は深くは言いませんけど。アニメ化に驚き。あ、そうなんだね、そもそも。ドヒフ王はヒフド様、エチオはイジ様。ウイロウリに続く。発生電子。ヒプマイバイと重い話で歌聞くとしんどくなる時がある。あー、もうね、ダメだはちょっと重かったね。ダメだと早見さんがちょっとあの仲悪い感じ。あれすごい好きな。自分ラップに詳しいと錯覚しがち。YouTube のコメ欄の社会人オタクがうざい。まあ一定数どの界隈でも社会人オタクの厄介いますよね。池袋、横浜、渋谷、新宿、大阪、名古屋に過剰に反応しがち。次新しいディビジョンできるとしたら絶対もう町田か京都だからね。七尾が声優として賛成するからそしたら。こんにちはっつって。もうやめようぜ。正直入れ間の表意地で飽きた。自称民の高い。全ディビジョン優勝だったよねーぜと、そんなぬるいこと言ってんじゃねーぜのバトル。これ多かったね。キャラクターディスよりもこっちの喧嘩の方がすごい多かったイメージが俺にはありますわ。子さんファンアンチになりがち。なんか新規ファンを嫌うことでしか、なんか自分が子さんファンであることの主張ができなくなった人間がこうなりがちなところ。あ、まあそれには限らない。そうとは限らないけどね。キャラクターを嫌いになってしまうほど自分は子さんなんだよねってアピール。多分それは結構害悪だからやめた方がいいかもしれません。嫌いになったのがいい。でも嫌いになったんだったら黙ってよって感じです。さまときグルタカオル君。あ、引く前に対する思いが俺と同レベルっぽいですね。あ、終わった。それではこの回どうだったでしょうか。今回再知識でもしかしたらてめえうぜえなと思ったかもしれませんけどね。僕やっぱりこれからもやっぱり不満にはもしかしたらハマれないかもしれませんけどもね。不満に対する声優さんの情報エピソード、オーディション情報みたいなものはね、逐一追っていきたいというか、そういうの大好物なんでね、そういうのを教えてくれたらすごく嬉しいなっていうふうに思います。それでは今回の動画は以上になります。チャンネル登録、高評価、コメントしてください。最後まで見てもらいます。誰か今度のラジオ7公式絶賛待ちです。概要欄からチェックしてね。7公式絶対インスタグラムは歯磨き中に吐きがち。それではまたラジオ見てくださいね。じゃんけんぽん。